記憶にありません。ということで今日は本当に楽しみにしています。まあ、いらっしゃった方にとってはね、大変、思い出深い、いろんな思い出のあるイベントだと思いますし、行ってない方、生まれていなかったという方もですね、きっといらっしゃった人、はい、本日の読書に参加してくださるゲストの皆さんです。それでは一言ずつお名前とご職業などご紹介していただけますか。こんにちは。私藤代台に住んでおります、奥井武史と申します。広告会社のサラリーマンをやっておりますけど、今日は抜け出してまいりました。当時、まあ、今もですけども、家が万博会場から15分ぐらいの、もう歩いてもすぐのところにありまして、もう毎日のように行った記憶があります。今日はよろしくお願いします。実は僕は万博見たことない、行ってないんです。だけどなんとなくその後万博会場で、の後に立った民泊で働き、水田に来ると今度は万博競馬借りで、はい、ついに巻き込まれて万博で生きておりますけど、どうぞよろしくお願いします。私はこの万博、実は隅っこの方で裏方をやりました。特にお祭り広場、開会式とそれからお祭り広場の数日間を実はちょっとお手伝いをした仕事で、参加させていただいたので裏方でございましたけど、現在未だにまだその後を引きずりましてイベントをやっております。明石さんです。日本万国博には大国と肩を並べてはるばるアフリカから達しました。そのうちの一つタンザニアは独立してまだ10年にもならない若い国です。アフリカ諸国の天敵、この半年の思い出が今それぞれのことでしょう。近くの国とはさらに親しみを増しました。万国博はさまざまな国、さまざまな文化の存在を教えてくれました。また京都を盛りを惜しむ人々の行列が続きました。夜の会場もあと数時間で闇に包まれようとしています。やがてこの万国博を忍ぶ夜空は消えていきます。歴史の1ページを飾った日本万国を担う子どもたちは、数々の新しい世界を垣間見たことでしょう。同じで歩み続けていく大勢の子どもたちが担ったのは、万国博の体験までか。人類の進歩と調和、道のりは遠くとも、その理想の炎は人々の心の中で永遠に燃え続けていくことでしょう。マジぐらいしますかね。
でさあどうですか、それまではですね、農村ですわ。あもう北の、もう水田やら畑やら山林やらっていうね、そういうのは農村風景、全面的にね。のどかな場所だったんですね。そうですね、あの僕は1964年、あの万博の6年前にですね、その宇都市っていうところに越してきたんですけど、もうすっごい山奥っていうか、あのもう子供の頃にね、もう引っ越したのが悲しくてですね、なんでこんなところに、あのそれまで山の先に住んでましたので、もうあのなんでこんなところに来なきゃいけないんだって幼の頃に思いました。万博のそのイベントの台本がそのもの日本のイベントの、まあ、ベースになったというか。そうですね、ですからあのすごい手抜きで、あのこれがあったおかげで、あのあといろんな博覧会のプレゼンテーションするにもすごく楽だったんですよね、ある意味ね。